ぶち上げ名古屋地下格闘技通信じゃない、名古屋格闘技通信×恋愛相談、噛んで噛んで噛んで恋愛相談だからね恋愛相談所スペシャル始まります。クイズ出だし滑ったね今ね、うん、当て一生懸命頭の中で考えたけど、うん、あ違う、地下入れちゃいけない、違うんだと思ったら、うん、全てが違うと思った。多分ね、本番前に食べてた五目おにぎり食べてこの辺挟まったの、ごもってたね、ごもってた、ごもってた。はい、まあそういうことですね、はい、私、ご無沙汰しております、バイクプロデュースウィングの、はい、本日 MC をさせていただきます佐藤正人です、よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします、からのからの第1部でも第2部でも持続で動いている藤本久美です、よろしくお願いします。イエーイ、お願いします、お願いします。からのからのどうぞ、ありき、ありきお願いします、自分から、自分からこれ結構セルフ、はい、僕ら年明です、よろしくお願いします。イエーイ。そしてそして紹介した方がいいということらしいですね。そうなりましょう、はい、はい、そうなりましょうね。シャイらしいですよ、はい、そうですね、うん、はい、じゃあ、タイトさんからじゃあ、はい、はい、マスラオ65キロからの70キロ王者新、新月流ですね、そうですね、新月流コンバット、はい、タイト選手、はい、です。イエイ、イエイ、よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。そしてなんと兄弟なんですよね。はい、お隣に座ってらっしゃるのが、ベイヤンさんでよろしかったですね。はい。はい、お兄さん。はい、兄です。あ、で一緒にあの格闘技もされてるってことで。そうですね。はい。あ、そうなんですね。ベイヤンさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。ミスターコンバットっていうのは？はい。ミスターコンバットっていうのは、はい、そうですね、一応もともとコンバットっていうチームで、うん、マスラの三人から出だして、はい、でまあ一応新月流っていう空手もやってるんで、はい、まあ、一応新月流もつけちゃおうってことで、はいはい、まあ、新月流×コンバットで新月流コンバットっていうチームで今度今新しくやらせてもらってる。あ、なるほどですね、はい、はいはいはい、いや楽しみです、いろいろ話聞けそうですね。そうですね、はい、お願いします、はい、ぜひぜひよろしくお願いします。お願いします。そして、お隣いらっしゃる、少し日焼けされてる方が、はい、堀内さん、はい、よろしかったですね、はいはい、同じ、自分は、はい、ですね、中澤代表のチームで、はいはい、やらせてもらってます。あ、なるほどですね、はい、いや、よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まあ、あの、そうそうたるメンバーですけれども、はい、まずはですね、うん、大倉さん、はい、ご無沙汰しております。以前あのお仕事でご一緒させていただいて、はいね、はい、以来どれぐらい 3、4ヶ月経ちますかね。まあ、それぐらいですよ、ね、経ちますよね、はい、そうですね、はいはい、まあ、日中撮影して夜は、夜な夜な、はい、ほにゃらら会でもお会いしたという、まあ、そういうね、ほにゃらら会、悪いことばっかしてる二人とも、まあ、健全な男ってことですよ。そうです、健全な男ってことですよ、久美ちゃん。健全、はい、健全ね、うん、まあ、そういうわけですね。はい、そういうわけですね。まあ、今日も、はい、いろいろ聞いていくんですけども、はい、まずは、ちょっと格闘技のことを、はいはい、改めてちょっとお伺いしようかなと思ったんですけども、はい、名古屋格闘技通信ということでですね、はい、格闘技の話題ちょっとお伺いしていこうかなと思うんですけれども、はい、そうですね、タイトさん、はい、はい、マスラオ、はい、ということでですね、王者、そうですね、はい、まずはマスラオっていう、その大会は、はい、どのようなルールであったり、どのような、はい、あれなんですかね、はい、地下格闘技のルールっていうよりは、はいはい、まあ、プロの選手とかやってるルールの方が近いのかなっていう印象はありますね。あ、なるほどですね、はい、もう寝技もありみたいな感じですね。寝技もありで、あ、はい、地下格闘技とかだと結構肘やりとかがあると思うんですけど、うん、はい、そういうのがない、ね、はははは、プロに近いルールで、
え、どこまでありなんですかね。例えば頭突きはありなんですか。頭突きもないです。頭突きもなし、はい、上からのパウンドっていって寝てる選手の顔面殴ったりとか、はい、でも顔の踏みつけはなしっていう感じです、ね、はいはい、はいはいはい、飲酒は飲酒まあ、ないですね、アルコールね、アルコールね基本的には、うん、まあ、気になるよね、それ気になるね、うん、アルコール気になるね、うん、まあ、飲酒は人それぞれ、そうですね、人それぞれバレなきゃ、うん、地下格闘技って、はい、まあ、そういう選手が多いんで、多分クビちゃんの中でそういうイメージがある なるほどですね、はい、はい、本当全国いろんな大会があるんで、はい、もうといろんな、もう本当にルールも様々で、うん、はい、総合格闘技っていろんなのも入ってれば、肘突きなんでもありとか、うん、いろんなのがあるんで、うん、なるほどですね、まあ、確かに、まあ、僕も言っていいものか分かんなかったんで言わなかったんですけど、確かに、がっちり飲んでから次の日試合なのにがっちり飲まれてる方とかも結構多いですね、はい、かなり、はい、拝見させてもらったことあるんで大丈夫なのかなっていう僕のしもう僕だったらもう完全なら1週間くらい前からもうコンディション整えてってなっちゃうんですけど、うん、なるほどですね。すみません、タイト選手、もうちょっとお伺いしたいんですけれども、はい、チャンピオンっていうことは、はい、まあ、もう当然王者なんですけど、これ65キロから70キロ級のチャンピオンってことで、はい、そうですね、なんですよね、はい、KO とかそういう感じなんですか。ルール、そういうルール的にはどういう感じなんですか。 KO、 はい、例えば、判定とかもあるんですか。判定もあります。あ、あるんですか、ね、はい、何ラウンド何分勝負なんですかね。3分2ラウンドで、はい、まあ、王チャンピオンになって防衛戦の時は延長戦、はい、はい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 、じゃあ決着が白黒つくまでそうですね、はい、みたいな感じですか、はい、だいたい、もう決着つくんですか、はい、あの3分2ラウンドで。あ、つく人もいれば、うん、まあ、どっちか3分2ラウンドでつかなかったら、はい、あのマスト判定って言って必ずどっちかに審判がつけなきゃいけないんで、はい、それで必ず決まるんですよ、2ラウンド目には。あ、なるほどですね、はい、ちなみにちょっと僕も生意気なこと言っちゃうので、すごくなんか爽やかな感じ、目が綺麗、はい、すごく丁寧な方で、はい、とても何ですかね、こうね、はい、って感じじゃないのかなっていう印象があったんですけれども、はいはい、そうですね、まあ、昔からこんな感じで。ああ、本当ですかでもすごい可愛らしい顔されてるのに、すいません、はい、ちょっと失礼かもしれないですけど、ね、はい、すごいなんかはい、ありがとうございます。怒らせたら怖いってことですよね。まあそういう、まあ、そういうことで ね、 やっぱりね、試合に、本当試合になると、はい、結構僕試合の中で見たことあるんですけど、はい、すごい雰囲気もすごい強いんですよ。本当雰囲気も、はい、もうだからスイッチが変わる感じなんですかね。もう今僕オフの時初めて、はい、オフって言ってもこういう窓の、はい、リングの上で初めて会ったんですけど、はい、もう全然違うな。あ、本当ですか。もうあれですか、ハンニャみたいな感じですか、やっぱり。あ、なるほど。もう完璧にスイッチはハンニャじゃないと思う。大倉さん、あれですか、アシュラマンみたいな昔の筋肉マン。アシュラマン、スイッチの入った筋肉マンみたいな。あー、なるほど。なるほど、クイちゃん分かんないでしょ。分かんない。筋肉マン。筋肉マンは分かるよ、肉って書いてるでしょ。そう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 。優しいよね。うん、まあそうだね。はい、そういうことですね。タイト選手、はい、格闘技っていつ頃からやられてるんですか。うん、僕は3歳から、はい、やらせてもらって3歳って3歳3歳何え歳日本語まだ喋れないよね。そうね、はいはいはい、ちょっとねプロフィールに3歳え空手を空手です、伝統空手、はい、はい、伝統空手というのは極真空手とちょっと違って、うん、はいはい、あの寸止めはいはいですかね、はいはい、当てちゃいけないっていうか、はい、顔とか、うん、はい、はい、ですね。うーん、例えば進級するのも、はい、型とかで。そうですね、型も組手も両方やって、はい、あとは型の分解っていうのがあるんですけど、はい、型の解説っていうんですかね、一個一個の技の解説を、はい、だからそういうのもやって先生たちが今日決める、うん、全然面白くない戦ったりはあんまり、うん、クミちゃん空気読まないと頼むよ、うん、これからだから、これからだから、ね、そうです、そうです、うん、頼むよ。それはいつ頃までやられてたんですか。それは一応中学校入る前までです。結構長いですね。あ、長いですね、はい、え、さっきちょっと控え室でお伺いしたんですけど、え、お父様が、はい、その師範の先生で、はい、ということで、はい、つまりもう格闘家一家。そうですね、みんな家族みんなやってました。先生、今ご年齢は。僕は22です。あ、22ですね。大倉さん、多分ですね
馬年ですか。馬年です。あー、アンプラさん一回り来ました。来ましたね、来ましたね。来ましたね。ちょうど僕、大倉さんと同級生なんで、53年組なんで。ジェネレーションギャップ。いやー、そうなっちゃいますね、クミちゃん。クミちゃんもどっちかって言ったら、こっちよりだからね。いやいやいや、まだ25ですから。まあそうだね、まあ、はい、そうだね、はい、そうですね。まあまあ、ちょうどそんなね、あの、タイプ選手もいろいろ聞いたんですけど、はい、続いてですね、はい、ベアンさん。はい。はい、お兄さん。そうです、ね、ですよね、はい、はい、もう同じくじゃ小さい頃から。そうです、僕も3歳から。3歳から、はい、3歳がやっぱりあれなんですか、はい、入門時期なんですか。そうですね、親父に、はい、多分日本語覚える前から道場連れてかれて、はい、あ、なんかもう習慣になっちゃったんで、はい、生活の一部でしたね、はいはい、やめたくてもやめれなかったですえ、ありました、やめたい時期って。いやもう散々ありました、みんな野球やったりサッカーやってる、はい、まあそうでしょうね、まあありますよねお、あの、ちなみにお父様はすごい、はい、厳しい方だったんですか。昔は厳しかったですね、はい、やばかったですね。今はめちゃくちゃ優しいですね。あ、はい、ちなみにおいくつ離れてるんですか今。なぜ6個。あ、6ですね、はい、だけど29になったの。今年9ですね、はいはい、間に私が入ってちょうどいい感じ。あ、なるほど、たったって感じだね。うん、絡みづらいな、クミさん。絡みづらいな、俺サベさんに。うん、あ、なるほどですね、はい、ちなみに他のスポーツとかはされてなかったんですか。は、中学生の時にあのバスケ部に入ったぐらいですね。はいはいはい、はい、それは両立されてたんですか、空手と。そうですね、でもどっちかといえばメインは空手で、はい、あの、中学校でも全国大会とか出てたんで。あ、はい、空手でですか。空手でですね。で、それで高校も一応空手で。それスポーツ推薦で、はい、伝統空手の方ですか。伝統空手の方ですね。あ、ご出身はどちらなんですか。東京の武蔵村山、はい、はいはい、存じ上げてます、はいはい、ちょっと田舎町なんです。いえいえ、全然全然、はい、存じ上げてますね。駅のない町って言って、武蔵村山駅来てないんですか。駅ないんですよえびっくり、はい、どうやって。隣町の駅まで行かないといけないですね。まあまあいい距離じゃないですか。まあまあいい距離ですね。ただ僕の場合はちょっと近くに駅がある、はい、付近だったんで助かったんですけど、はいはいはい、すごい陸の孤島です。なるほどですね、はい、で、ビアンさんも、お話戻すんですけども、はい、マスラオの方に参戦しているということで、はい、何キロ級になるんですかね。僕は80キロ級で。あ、じゃあ結構、はい、あのウェイトの高い感じですね。そうですね、やっぱりでも体重が増えると一発こう逆転っていう、やっぱ食らって、与えてみたいな、はい、そういうのを求めてるんですけど、はい、結構寝技の選手が最近多いんで、はいはいはい、なかなか打撃付き合ってくれないんですよね。あまあベアンさんからしてみたら、まあ、ちょっと打撃行きたいなと、ね、やってほしいなと、はい、まあ、そうですね、僕なんかも拝見させてもらってると、まあ、でもどうしても組み合いになっちゃいますよね。僕ど素人ですけど、こう組み合いになって、だからこうガキの頃なんかもじゃあこう、じゃあタイマー張りますとかってなった時に、結局こう綺麗に殴り合ってるパターンってないじゃないですか、ほとんどですか。もう組み合ってごっちゃごちゃになってって感じじゃないですか。そうですね、だからまあそう、もうだって本当そんな感じですもんね。だってそうですね、はい、もう差しで勝負するみたいな感じの、はい、ね、格闘技ですもんね。そうですね、まあ最終的にはその寝技になっちゃうのはしょうがないと思いますけど、もう結構2ラウンド目とかになって最初からこう組みつかれちゃうんで、あ、結構辛いですね。あ、なるほどですね。もうあの戦績はどれぐらいになるんですか。僕は、うん、4戦出て2勝2敗ですね、うん、あ、はいはいはい、イーブンってことですね。そうですね、はい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 、次は負けれないなっていう。あ、でもすごくないですか、伝統空手って言ったら寸止めじゃないですか、うん、はいはいはい、寸止めからリアルに、うん、要は人に手を出すってことじゃないですか、うん、それってまあまあ勇気いることじゃないですか、うん、癖の問題。いや、特になかったですか、はい、うん、殴るのは好きな方なんで。あ、なるほどなるほどですね、なるほどですね。爆弾発言出ましたね、はい、爆弾発言出ました。びっくりしてて今、優しい顔しちゃって、はい、さらって言う、はい、言ったからびっくりしてるんですよ。そしにだけですよ、うん、男に、はい、いやいやいや、そして大倉さんがうなずいてるという静かにうなずいてるというあの、はい、非常にダークな感じになってきましたけどなるほどですね。ちなみに堀内さん、はい、はい、堀内さんも、マスラオ、はい、どうですね、はい、戦績はどんな感じなんですかね。は3勝2敗です。あ、
じゃあ5戦して、はい、3勝2敗ということですね、はい、どうですか、やっぱすごいこういう時が一番きつ試合中きついとかっていうのあります？残り1分とか結構、はいはいはい、声が自分試合中に聞こえちゃうんですよ、はい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 、で残り1分とかで、はい、もう自分が負けてんなと思った時は、うん、もうすごい焦っちゃいます。あ、それも分かるんですか？なんか僕も経験もちろんないんで、はい、あれなんですけど、なんかもう何にも聞こえなかったりとか、はい、もうどっちが優勢なのか何なのかって分かんなくなっちゃうのかなって。いや、なんか勝っても、はい、いつも試合中だと、はい、ちょっと負けてるっぽいなっていつも思っちゃって、あ、でちょっと残り1分切ると、はい、結構焦っちゃうんですよ。はい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 、あ、もうじゃあもう行かなきゃみたいな、はい、でもなんか結構スタミナ切れとかなんないですか、その時って。スタミナは切れますね。もう結構地下格闘技はこうガツガツ前出てくる人が多いんで、はいはいはい、やっぱこう休みたいんだけど、はいはいはい、ぶつかり合うから、はいはいはい、それではいはい、はい、結構すぐスタミナは切れます、ね、だからそのペース配分してこう頭で戦うってよりは結構このこっちあの体で来る方が多分多いと思うんで、だからもう最初からガチンコでがっつり来てって感じですよね。もうあれですか、勝った時はどういう技で勝ったんですか？パンチですね、打撃、寝技ができないんで自分、はい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 、だから打撃でしか勝てないですね。あ、はい、もうなんすか、だからもう入りどころでバーンと倒れちゃうんですかね、はい、例えば顎とか入ったりとかしたらどうなんですかね、はい、その辺って。いや、なんか最近打たれ弱くなっちゃって、はいはい、最近ちょっと倒れるのが多くなっちゃったんで、はい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 、まあ、すぐ立つんですけど、うん、そうするとやっぱ焦っちゃいますね、一回倒れてるから返さなきゃっていう。はい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 、なんか僕もいろいろこうお付き合いさせてもらってて、一回こう、はい、例えば顎とかでダウンすると、うん、結構それが脳みそで覚えちゃって、うん、あの落ちやすくなっちゃうっていうことはよく聞くんですよね。だからまあその強化もしようもないし、だからその当たるのをがあのよ回避するみたいな感じするしかないとかって聞くんですけども。脳みそが落ちるの？そうだね、くみちゃんそうだね、あのね、渋谷駅がね、そこ出てあっちにあるずっと階段降りてくれるんでね、あのすいませんつまり、はい、脳みそがお腹すきました、はい、あ、お腹すいた時にはこういう感情になるんだって脳みそが覚えるわけですよ。で、お腹すいたになるわけですよ。で、あ、こういう痛い思いをしましたと、はいはい、あ、これが痛いんだって脳みそが覚えるわけですよ。そういうことか。そういうことなんです。すいません、皆さん、申し訳ございません申し訳ございません、申し訳ございません。それは危険ですね、はい、ぜひとも。そうですよね、直していきたい。はい、そうですね、はい、ちなみに堀内さん、はい、今ご年齢はおいくつですか？23です。あ、若い若いそこそこクイちゃんちょっと真剣にやろう真剣にやろう、クイちゃん、まあ、確かに3時間目かもしれないけども真剣にやろう。真剣にやりましょう、はい。ねえ、すいません堀内さん、申し訳ございません、お話中に。びっくりした。いや、みんななんか、うん、上の人やと思ってたんですよ。僕もびっくりしましたね。はい、落ち着きすぎですよ。え、堀内さんはちなみに違うスポーツはなんか少年の時からやられてました？は、ちっちゃい時は野球やってて、はい、格闘技を始めたのは19歳なんです、はい、あ、はい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 、まあ、でも決して遅くはないですよね、19歳。どうなんですか？はい、そうですよね、はい、はい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 。あ、じゃあなんかどっかジムとかに。そうですね、最初あんまキックボクシングを習って、はい、それで総合マスラオに出始めたのが、はい、去年の11月からなんで、はい、そこから初めて総合ルールやってみて、はい、すごい楽しくて、はい、ハマっちゃった感じです。あー、なるほどですね。まあ、寝技もありだし、当然立ち技もありだしってことですよね。あー、なるほどですね。ちなみにその、なんだろう、格闘技に興味を持ち始めたきっかけとかって。いや、結構くだらないんですけど、はいはい、ちょっと自分の同じ地元に、はい、ちょっと
どうしてもそいつに3回喧嘩して、はい、勝てなくて、はい、でそいつに勝ちたくて、はい、格闘技始めたのがきっかけです、はい、いや素晴らしい、全然、はい、立派なって言い方したらせいですけどもあ、そうなんですか。そうです。で、まちょっと聞いてるからですけど、そっからあ、そっからはやってないっす、はい、なるほどっす、なるほどっす、なるほどっす、はいはいはい、やらなくなっちゃう。あー、なるほど。喧嘩しなくなっちゃうし。あー、はいはいはい。じゃ決して仲良くなったわけでもない。いや、ずっとちっちゃい頃から一緒で、あずっと仲良くて、ずっと一緒にいたやつで、はい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 、もうくだらないことで喧嘩になっちゃってて。あなるほどですね。でも非常にそれはめちゃくちゃ仲がいい証拠ってことですよね。そうですね、一番仲いいやつ。あーそうなんですね。なんか胸がジンときちゃいますよね、そう 男として僕そういう好きなんで。なるほどですね。薬味ちゃん、はい、今日はスペシャルメンバーですけども、そうです ねもう格闘技 の、うん、あの方たちといろいろお話とか聞いてると思うんだけども、はいはい、どう思いますか、うん、地下格闘。地下格闘、はい、私今回、うん、地下格闘でも結構マニアックだなと、はいはい、その、うん、タイトさんとベイヤーさん、はい、その新月流、はいはい、すごい惹かれましたね。はいはいはい、でそれをねちょっとどんどん掘っていきたいなと思うんですけど、はいはいはい、どうでしょう。いいと思いますよ、はいはいはい、そうなんだよね、はい、タイトさん、はい、まあ、先ほども、お話しいただいた通り3歳から、うん、まあ、空手始めて、はい、まあ、15歳から総合格闘技などを始めるってことで、はい、まあ、20歳ぐらいの時には総合格闘技およびパンクラス、地下格闘技に参戦し始めて、はい、って感じなんですけども、僕ちょっと気になったのが、はい、横田基地、はい、横田基地で、指導者としての経験も積みってプロフィールに書いてあるんですけど、はい、これはちなみにどういう。これはあの、はい、まあ、父が空手であの、はい、指導者として教えてて、はい、で、まあ、英語も喋りたいなっていうのも自分の中であったんで、はい、空手と、まあ、空手を外人の人に教えて、はい、英語も覚えられて、なんか自分ですごいプラスなことばっかりだなと思ったんで、はいはいはい、一緒になって、はい、父の下で教えさせてもらって、はい、で、まあ、自分でも父みたいなそういうチームを作りたいなと思って、うん、あの新月流タイト道場っていう形で、はい、旗揚げさせてもらったんです、ね、でもなかなかこのやりたくてできるもんじゃないじゃないですか、やっぱりですか。そうですね、はい、まあ、でもそれが3歳からやってきて、はいはい、次はもう一応教えられるようなぐらいのあれを覚えたんで、それをみんなに分けてじゃないですけど、はいはいはい、自分が教えてきてもらったものを分けて、はいはいはい、まあ、やってる人を強くしたいとかっていう思いはありましたね。なるほどですね、はい、まあ、でも大倉さん、まあ、以前あのお仕事一緒させてもらった時にやっぱりその今タイトさんも一緒だったんですけど、生徒さんを教えるっていう、まあ、立場でもあると思うんですけれども、やはりどうですかね、こう例えば教わってきて、こう教えて、まあ、実際皆さんに聞きたいんですけども、あこの人伸びるなとか伸びないなとかっていうのはやっぱりありますか、どうですか。いや僕も、まあ、本当にあの先生に教えてもらってる立場 で、はいはい、でもうみんなで僕もチームはみんなで一緒になって練習してるって言ってるんですよ、はい、でも新しく入ってくる子については、うん、まあ、初め僕もそうやってやっぱ初めにセンスとセンスあるないとはあると思うんですけど、でも最終的に努力してる人がやっぱり強くなるんで、まあ、センスもあるとは思うんですけど、もう努力もだいぶ大きいと思うんで。大倉さん努力してるんですか。僕ですか。してるに決まってんじゃん。それもしして、もししてなかったとしてもしてませんとかだってね。あ、そうか。なんか、なんか大倉さんね、お酒飲んでるイメージしかないね。だから素晴らしい努力なんて、お酒飲むってことはすごい。そうですよね、なんか肝臓がそうそう、そういうことですよね。全部を鍛えなきゃいけないですから、これなんで男子は佐藤さん、ちょっと、はい、男性の飲み方しすぎですよ。いやもうすいません、僕は男派なんです、すいません、申し訳ないです、すいませんです。なるほどですね、はい、タイトさん、でもその、話戻したんですけど、はい、横田基地で教えてる時っていうのはやっぱり生徒さんは皆さん日本人じゃなくて、いや、もう皆さん、そうですね、外人の方ですよね、はい、はいはいはい。じゃあ基地で食べるご飯も外国製ですよね。あ、すいません、申し訳ない、本当に申し訳ない、話をして。そういうことじゃないの。そういうことですよね。そういうことですね。だからものすごくでかいってことでしょ。
で、ちなみにそれはでかいんですか？ハンバーガー屋さんがあるんですけど、はい、そこはめちゃくちゃでかいです。え、どれぐらいでかいの？トリプルって言って、はい、バーガーキング。バーガーキング。あー、わかります。そ、あの、はい、多分こっちにもあるんですけど、はい、すごいですね、トリプルとかも。はい、でも安いんですよ、あの、今は。今日本円にすると、うん、あ、そうですよね、向こうへ日本円使えるんですか、円安ですからね、ドル高で円安ですよね、はい、今だから1ドル80円ぐらいですもんね、多分そんなもんですよね、はいはいはい、だからもうセットでこんなでかいのに800円とか、あ、安い、めっちゃ安いです。そう、僕もハワイだけ行ったことあるんです、海外行ってですか、はい、で、なんかすっごいこんなもう顔ぐらいの大きさなんですよね、うん、あのバーガーキングで、はい、へえ、同じなんですね、じゃあ同じ日本。そうですね、それをやっぱり食べきるんですか？一応食べきりますね。すごい、バーガーキングに行きたい思いがあって、はい、先日あの応援してもらってる、はい、お世話になってる、あの社長さんがいて、はい、タイ連れてってもらったんですよ、はい、そしたらあのバーガーキングに1日まずあのご飯食べた後に、はい、バーガーキングを1日1個食べるんですけど、はい、一番大きいあの大体1ご飯食べた後に、そうなんですご飯を今そのスルーしてましたけど皆さんご飯食べて、はい、後にバーガーキングを食べるんですか、はい、一番ちっちゃいの行こうとしたら、はい、いやもう君らはこれでよ、はい、いただきますって言って、はいはいはい、まあもう男としては行くしかないですからねそれはもう、はい、そうですね、それは相当きついですよね、相当ありがたいなるほどですね。すいや、すごいあの貴重なご意見ですよ本当に、はい、え、ちなみにタイトさん、はい、英語はやっぱ覚えやってる時は、はい、まあ格闘技英語っていうのか分かんないですけど、はい、もう決まってる英語ばっかりじゃないですか、あ、はいはい、だからそうなんですか、あ、ライト、レフト、そう、そういう感じじゃないですか、はいはいはい、なんでそういうのは一応覚えるんですけど、はいはい、やっぱりやらなくなっちゃうとすぐ忘れちゃいますね。え、でもフックとか、はい、回し蹴りとか、はい、どう教えるんです？フックはブーンみたいなあのなんていうんですか、あのマジでマジ気合い入れて本当にクリちゃんナチュラルハイになっちゃってるからマジで、でもあのなんか初め3人緊張してたみたいなんですけど、はい、一気にほぐれました、ね、あいやもう申し訳ないです本当に皆さん、回し蹴りブーンは言わないでしょってどう考えてもこっちやな、ね、そうですよねそれじゃ伝わらないですよね、タイトさん、それはちょっとあんまり伝わらないですよね、それはで、じゃあどう教えてるんですか、すごい難しい、あとはもうやってみせるんです、はいはいはい、はい、あのなんか Like this みたいな言葉、このこうしてみたいな、はいはいはい、言ってからやると結構みんな真似してくれたりして、うん、伝わっちゃいますね、意外に、そうなんですね、なるほどですね、はい、でもうん、一番難しいですね、寸止め、あれどこまで寸止めなんですか、いやもう字のごとく、字のごとくですよ、え、違います、距離はもう本当、触ったか触ってないかぐらいです、だから、え、嘘、寸止めって日本語でそういうことですよね、そうです、そうです、ここの家止めること寸止め、すごいな、すごいよ、私ね、普通にこれぐらいの、これぐらいの距離だと思ってたんですよ、それだともう全然ポイントにならないんで、あ、もう当たって、ちゃんとしかも手を引かなきゃいけないんですよ、難しい、はい、一番難しいですね、それ、そうですね、まあそうですよね、で、用語も覚えるんですよね、まあ、そうだよね、用語ってあるんです、でも、まぶし切りの用語ってなんですか、わかりますよ、三鎮立ちとか、あ、そうです、ありますよ、そういうこと、ありますよね、そういうこと、あ、そういうことだ、はい、それだったらいいやん、三鎮立ちしかしないんだけど、ね、私、だ、まぶし切りのことをものすごく詳しく解説するのが、ブーンでしょ、だから、まぶし切りはなんでそこ、うん、そうなの、いや、はい、ちょっと私からしたなかなかいないの で、まあまあ ね、すごい興味惹かれましたね。え、ベイアンさん、うん、はい、ちなみに、まあ、ベイアンさんも、新月流ご出身なんですけれども、はい、まあ、ちょっと新月流から離れまして、まあ、今やられてるマスラーの方での練習っていうのはどういうことをやられてるんですか。練習は、はい、もう主に僕はタイトと2人でやることが多いので、はい、まああのちょっと最近試合出てなかったんで、はい、まあ、スパーリングパートナー的な感じでずっとやってるんですけど、うんうん、まあ、あと試合前になれば2人でどっちもこう追い込んでってっていう感じですね、うん、だから決まった日に今日やるとかじゃなくて、うん、まあ、仕事帰り、今は仕事も一緒にやってるんですけど、あー、そうなんですか、はいはい、じゃあ明日練習やるみたいな感じで荷物持ってって帰りにその道場で2人でやるっていう感じ。仕事はどんな仕事されてるんですか。仕事を聞きたいですか。え、聞いちゃった。いや大丈夫です。俺も聞かないもん。仕事はあの配管屋さんです。
配管屋さん、はい、あの設備屋さんです。あの、うん、職人って言えばいいんだろう、職人さん、職人、はい、なるほど、職人さんですね、はい、すいません、ちょっと話の方でも申し訳ないんですけども、はい、ベイアンさん、はい、その元々なんですかね、総合格闘技っていう一つの括りにしちゃって申し訳ないんですけれども、はい、なんか練習、例えばなんだろう、最初何でもスポーツって、はい、こう教わってなんつうんですかね、こうやるじゃないですか、例えばこう、はい、こうだからってことで、はい、教わってからのこう自分なりにってなってくると思うんですけれども、例えばサッカーではパスの仕方こうで、インサイドはこうで、アウトサイドはこうでとかっていろいろやっていくと思うんですけども、はい、この総合格闘技っていうものに関して結構自己流でやられてる方とかっていらっしゃるかなって僕ちょっと感じるんですけれども、多分そういう、まあ、地下学に出てる人は多分そういうのがほとんど多いんじゃないですかね。ですですよね。喧嘩が、はい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 、喧嘩しかしたことないっていう人は、はいはい、やっぱ戦い方も喧嘩になっちゃうと思うんで、はい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 、僕なんかの場合はやっぱ空手をずっとやってたんで、うん、やっぱ空手中心の戦い方になっちゃうんですよ。はい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 、だから肩切れそう。そうですね、やっぱその辺はやっぱ我流の人が多いんじゃないですか。でもそのじゃあ寝技一つ取ってみても、例えば腕十字とか三角締めとかいろいろあるじゃないですか。ああいうのとかっていうのをじゃあもう見よう見まねで、あ多分こうなんだみたいな、まあ、僕の場合はそうですね。あとは練習してる時にこれどうやればいいのって聞いて教えてもらうような感じなんですけど、あとはもう無我夢中でこうやるガチガチやるしかないですよね。寝技は結構だからもう結構ガチなんでしょうね。う本当にその一人一人の潜在能力というか、はい、その計算されてない感じで、まあ、だから怠慢ですよね。そうですね、まさに。でも地下格闘技をね やってらっしゃったら、うん、やっぱり寸止めやると当てたいとかってならないんですか。あ、もう最近寸止めの空手は、はい、まあ、試合出てないんで、はいはいはい、あれなんですけど、まあでもそのルールになれば多分止められるもんですか。止められると思います。そっか、3歳からなるほどですね。でも大倉さんあれですよね、はい、まあ、以前もちょっと僕もちょっと大倉さんに教えてもらってたんですけど、教えてもらったんですけど、その仕事の時ですか、こう例えば寝技でこっちにこう入ってきたらこう避けるとかなんかあったじゃないですか。なんか、まあ、ありますね、そういうのもあります、ね。まあ、一概に一つこれ一つっていうのはないと思うんですけど、はい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 、でも基本としてはまあこう来たらこういう風にするといいとかそういうのは、だからこその寝技例えば食らって、はい、この位置、この位置でこの角度でなっちゃうとこう決まっちゃうからこうなっちゃダメだよとか。はい、ありますね。でもがんじがらめになんないですかそれって。もう全くもうなんか体で覚えるしかないんですかね。そうですね、やっぱ体で覚えるですよね。ってことはやっぱりつまりじゃあちょっとちゃな練習して、はい、まあ こういう感じではこう、でも実践やっぱそのなんですか、経験が多ければ多いだけやっぱそういうのは、そうですね、やってない選手も本当多いと思うんですよ。で、はい、一番初めはやっぱりやってなかったんですけど、うん、結果がついてこなくて、はい、やっぱり喧嘩だけじゃダメだと思ってやった選手もいれば、はいはい、本当に喧嘩が強くてまだずっとやらずにやってる選手もいると思いますし、はいはい、本当にいろんな選手はいると思うんですけど、はい、まあ、僕もやってて、はい、なんか、まあ、地下格闘技って言われてて、はい、まあ、その中にもプロの人も降りてこれば地下格の選手もプロに行ったりしていろんな、うん、まあ、どこが線引きがちょっとわからない部分もあると思うんですけど、まあ、最終的には最強を目指すんであればやっぱもうその地下格プロ、うん、関係なしでやっぱ練習して一番上に行くことが本当にやっぱ、まあ、僕が最近よくそれ思うことなんで、はい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 、すいません、言ってることが自分でも いや非常に、いや非常に伝わりますよ、本当伝わりますよ。だからどこをその着地点としてどこの尺度でどういうふうに感じるかっていうのは、まあ、それぞれだと思うんですけれども、僕なんかからするとやっぱりその地下格闘技っていうのはめちゃくちゃ楽しいし、こういう形したら真剣にやられている方に対して失礼かもしれないですけども、やっぱり見ててドキドキワクワクするわけですよ。すごい何が起きるか分かんないし、ガチじゃないですか、ま、要はそうガン飛ばして試合してるわけなんで、すごいなんかえってこうドキドキするわけですよやっぱりですか。でだからこそこんだけすごい人気があって、だから本物の男の人たちがこう激戦されてやられてるんだなってすごく痛感するんで、まあ、それが人気に比例してるのかなっていうところはあるんですけれども、はい、すごく痛感してますね、はい。ちなみに堀内さん、はいはい、堀内さんあれですか、ちなみにご出身はどちらですか。うわ、九州の宮崎。あ、素晴らしい。お酒強そう、はい
すいません本当にもう。すいません本当にもう。あじゃあもうずっと九州の宮崎で。いや生まれたのは九州の宮崎で。はい。で6歳ぐらいで。宮崎でマンゴーなんですか。相模屋。すいません本当にもう申し訳ないです。はい、すいません。すいません本当に。大倉さんが来ました。ごめんなさい、本当にごめんなさい。いや、今宮崎行ってお酒の話してたんで、はい、このことで、いや、マンゴーは美味しいですよ。マイクを持ったまま喋るんで。いかんせん生放送なんで申し訳ございません。はい、あ、じゃあ九州で、はい、ごめんなさい、何歳ぐらいまで。6歳ぐらいまで九州で、はい、で、そこから神奈川の相模原に、はい、そして、で、ずっと相模原です。はいはい、またはい、有名な地域で、はい、相模原といえば、はい、まあ、僕も多くは存じ上げてますけども、はい、なるほどですね。格闘技は何歳頃から19です。あ、そうじゃん。いいな、まずいね、それね。そっか、うん、ずっと同じジャンルですか。はい、習ってるジャンルは。いろんな格闘技あるじゃないですか。あ、キックボクシングで、やって去年の11月からそれもさっき言いました。あ、それもさっき言いました。まあでもね、もういずれにしてもクミちゃん、皆さんね、本当ね、気さくな方で、いかんせん女子にね、すごいモテそうな、まあ同じ同性からしてもそう感じるわけですよ。男気ある、はい、うん、強い、うん、見た目よし、うん、ね、うん、なるんですよ。そこでね、はい、クミちゃん、はいはい。始まりましょう、始めましょう、ね、やっちゃいます。そんな先生たちに、はい、ね、イケメンズの先生たちに、そうですね、ちょっと恋愛相談を乗ってもらいましょうよ。皆さん、はい、いい経験されてると思うし。そうなんですよ、ね、はい、いや皆さん実はですね、まあちょっとこの場から説明させていただくんですけども、はい、意外にすごい恋愛の悩みとか、まあ、老若男女の方たちがですね結構お便りいただいてまして、まあ、すごいコアな話からライトな話までいろいろあるんですけども、皆さん の価値観で結構なんで、ちょっと僕だったらこうとかこうじゃないのとか、ちょっとですね一時格闘技を離れていただいて、ちょっと相談乗っていただけたらなと思うんですけど、大倉さんよろしいですか。あ、はい、よろしくお願いします。すいません、申し訳ございませんです。はい、ね、クミちゃんね、はい、はい、そうです、はい、そうなんですよ、そうなんですよ、もうぶち上げ、うん、佐藤さん、うん、私ってなると、はい、これが一番ですね。はい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 、はい、そうなんですよ。やっぱ僕もちょっと本来のぶち上げですね。そうですね、はい、ちょっと某雑誌でですね、はい、いろいろそういうのあって手紙をいただくんですね結構、はい、はい、そこで結構ね問い合わせがあるんで、でちょっと早速、うん、はい、行ってみたいと思います。はい、最初っ端ですね、東京都マイキーさん、ペンネームマイキーさん、最近彼女が頻繁に起こりますほうっていうことなんですけれども、うん、まあ、僕と彼女はお互い一人暮らしをしています、うん、はい、はい、そして週3回から4回程度は彼女の家に行ってます、うん、はい、まあ、私は寮なので呼ぶことはできません、うん、最近時間が合わなくて会えなかったり余計な発言をすると怒られ、もう会いたくない無理などと言われます、うん、その度に家に謝りに来ます、うん、それが深夜だろうが早朝であろうが、うん、ってことですね、うん、で私は彼女のことは本当に好きですが、うん、このまま付き合い続けた方がいいのか疑問に思い始めました、うん、アドバイスよろしくお願いします、うん、っていうことです、はい、はい、奥からいっちゃいましょうか。そうしますか、はい、堀さんから、うん、堀さんから、はい、いや本当に好きならいいんじゃないですかこのまま付き合い、はいはいはい、なるほどですね、うん、うん、なるほどですね、はい、まあ本当に好きであればまあ付き合い続けてもいいと、はい、はい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 、僕なら続けますか。あ、続けないです。あれ、あ、全然言ってること違う。はい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 、これだからあれですね、ごめんなさい、僕理解力なくて申し訳ないですけど、はい、彼女から言われてるってことですよね。そうですよね、これだから、はい、もう会いたくない無理とか言われて、ね、だからメンズが要は行ってあれですよね。いや、これでも発言するだけじゃないですか。発言したら会いたくないとか言われるんですよね。そうですよね、だから、うん、だから深夜でも早朝でも、うん、難しいなこれ、うん、なるほどですね。やば、あ、堀さんは、はい、堀さんだったら、はい、無理だと。そうですね、まあ
そうですね、まあ、いっぱい世の中には人がいっぱいいるんで、あれ、はいはいはい、女性がいっぱいいるんで、この人だけじゃない。あ、世の中にはそういうことですよね、はい、もうちょっと縁のある人がいるかもしれないと、はいはい、まあ、つまりだから彼女がいて、その彼女さんのところに会いに行って、はい、もう無理とか、うん、来んなとか、はい、って言われたら何考えてんだと。そうですよ、そりゃそうですよね。何なんだお前はと、はい、って話になりますよね、はい、確かに僕一緒かもな。まあ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 、そうですね、多分ですよ、これだんだん盛り上がってきますんで、まあ、ちょっと僕あの白熱しちゃって入り込んじゃって、うん、ちょっと言うの忘れてたんですけど、ちょっと話しながら言ってましたけど、はい、本日ですね、はい、SDI システムの高画質配信を行ってますので、はい、一般の家庭にある地上波テレビ、地上波テレビ、はい、アクトビラ、はい、つまりネット回線接続型ですね、はい、はい、でも大画面で、大画面、はい、ご覧いただけます。はいはい、はい、まあ、本日は地上波向けの配信を優先してますので、うん、はい、パソコンからご覧の方は少し重くなっちゃうと思うので、うん、ご了承ください。ご了承ください、ね、はい、すいません、ちょっとね言うの遅くなっちゃって大変申し訳ないですけど、うん、はい、まあ、そういうことですね、堀内さん、うんうん、はい、はい、まあ、無理だと。そうです、まあ、そうですよね、はい、はいはいはい、ちなみにベイアンさんは、はい、どうでしょうか。僕も無理ですね。なるほど、無理ですね、なるほど、うん、多分この人ド M なんじゃないですかね。あ、男子が、はい、はい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 、夜中とか絶対あまり行けないですよね。ただその尺度からすると、うん、ものすごくその彼女のことを愛してるっていう証拠にもなりますので、まあ、ちょっと逆目線からするとなんですけども。そうですね、はいはいはい、そう、まあ、それはそうだったと思うんですけど、ちょっと僕はすいません。はいはいはい、無理ですね。ベイアンさん、見た目に関わらず意外にド M じゃなかった。俺ド M っぽいっすよ。ド M っぽいっすよ。すいません、すいません。あの、ド M っぽい人多分今日いないと思います。見た目がなんかすごい温厚そうだったんですよ。あ、まあ、温厚と M はまた違いますからね。でも、喋、うん、ってる内容聞くとまあまあ鋭いことを言ってるので、あ、違うんだなと思ってて、本当に違うんだなと今実感しました。いや、ベイヤンさんすいません、あの、本当に申し訳ないです。大丈夫です、うちの藤本が申し訳ございません。申し訳ございません。いや、楽しいです。M じゃないからね。はい、気をつけよう。ちなみにベイヤンさん、もし、はい、まあ、今まで生きてきて、はい、大恋愛ってあったと思うんですよ、はい、自分の中で、はい、もめちゃくちゃですか、はい、でもそういう時ってもう損得関係なしで自分がやってることおかしいっていうのも分かってたりとかっていう時って、まあ、あったかないかは聞かないですけれども、まあ、その想像の中で、まあ、その相手がこういう状態の時っていうのは、まあ、なんていうんですかね、まあ、こうパッて聞けばちょっと不細工な話なんですけれども、実際こうリアルタイムに現場に当事者になると意外に、ま、見えなくなっちゃって、胸のきつい話じゃないですか結局ですか。そうですね、はい、だから分かってても言っちゃうっていう心理もあるのかなと思うんですけれども。そうですね、謝り言っちゃうかもしれないですね。軽っ、ベイヤンさん、軽いっすよ。ベイヤンさん、ベイヤンさん、軽いっすよ。でも、ありですね、ありですね。まあ、ちょっとその時その時で、まあ、ちょっと違うと思うんですけど、まあ、まあ、毎回ではないですけど、まあまあ、そうですよね。まあ、1、2回も言っちゃうかもしれないです。まあ、そうですよね。ちなみに、タイトさん、まあ、自分も基本的には無理ですけど、はいはい、こういうふうに言われちゃったら、はい、けど、あれですよね、好きだったらやっちゃうかもしれないですよね。なんかどういうことどういうこと、逃げると追いたくなったりしないですか。はい、まあ、ありますよね、はいはいはい、びっくりした、やっちゃうって言うから。俺なんか久美ちゃん成長したんじゃないの。ちょっと久美ちゃんねえ、そっちさっきびっくりした、生放送中リップ塗っちゃってるからさ、びっくりしちゃったよ俺。本当ベイアンさんしっかりしたね、すごい素晴らしい意見言ってるから、リップ塗っちゃってましたからね。まあでも、タイトさん、そうですよね、はい、ですね、僕ね、まあ、それ分からなくないです、はい、本当ですか、はい、なんかやっぱり人間ってダメって言われたらやりたくなっちゃうし、はいはい、言われたら
あ、逃げられたら追いたくなっちゃったりする時もあるかもしれないですね。だからこれあれですよね、冷静に考えて、要はこの話だけパッて聞くと、いや無理だよっていうのが100人中99人だと思うんですよ、はい、実際ですか、はい、そうですね。ただこれが当事者になってめちゃくちゃ好きでの場合は、これ下手するとみんな同じ行動するんじゃないかなって思うぐらいのノリですよね、はい、そうですね。実際、はい、大倉さん大倉さんからの大倉さんですけども、どうでしょうか。はい、僕に恋愛、はい、僕に恋愛の話ですよね。いや、ぜひ聞きたいですよ。はい、お願いします。もし大倉さんが、はい、この立場で、はい、いや本当に、まあ、あの今まで先ほどベアさんにもおっしゃったんですけど、まあ、本当大恋愛、した仲とか、すごい強い気持ちを寄せてる人とか、はい、が相手だとします。そういった場合っていうのはどうですか、その理性を止めることっていうのは。いや、これ一個一個ちょっと真剣に考えるところがあるんだけど。ありがとうございます。ありがとう、いやありがたい話ですよ。ありがとうございます。本当に彼女の性格もちょっと分かんないんであれなんですけど、はい、まあ、本当に好きなら、うん、その会いたくない理由とか、その無理っていうその理由を聞きに、逆に聞く、はい、っていう、はい、僕なら、あ、うん、あ、なるほどですね。まあ、その理由が理由でもしょうがないなら、まあしょうがないのかなと思うんですけど、はい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 、はい、まあ、彼女がただの倦怠期なのかもしれないですし、うん、どういう性格かわかんないですけど、逆に彼女がもうそういう性格で、うん、まあ、その、この男の人は逆に、まあ、その彼女が怒っててもそうやって、うん、まあまあまあっていうふうに心が大きいんであれば、うん、許す心があるんであれば、まあ、そのままいい関係で続けられるのかなとは思うんですけど、はいはい、まあ、それを許すことができないんであれば、もうここでもう本当に諦めた方がいいのかなとも思っちゃいますし、うん、すいません、ちょっと真剣に考えて、いや、ちょっと待ってください、真剣に考えてください、皆さん、はい、お願いします、はい、いや、大倉さん、僕、すごくまとえてると思いましたね、うんうん、はい、そうだと思いますね、やっぱりですか、うんうん、はい、なぜ会いたくないのと、なぜ無理なの、まず聞いてみたいですよね、はい、それは何なのかと、こういうことですよね、うん、クミちゃん、そうよ、クミちゃん、クミちゃんどうなのこれ、ちなみにクミちゃんどうなのこれ、もしクミちゃんが相手の人のこと好きで、はい、相手の男の人に、うん、てかもう無理なんだけど、うん、お前来んなよ、うん、こと言われちゃったらどうする、切れると思う、切れる、いや、つうか何のためにそんなこと言うのって、あ、うん、なるほど、会いたくないっていう言葉って本当に会いたくないんだったら、うん、会わなきゃいいと思うし、言わなくていいと思う、でも会いたくないって言葉には2パターン意味が取れるでしょ、うん、寂しいから言う言葉と、うん、本気で会いたくないのと、うん、でも何やかんや言って、うん、また離れてまたそれを言ってまた来るんだったら、うん、会いたいから言ってると思うの、あ、そういうことですか、うん、うん、それ会いたいからってずっと会いたい会いたいって言ってても仕方ないと思う、うんうん、その離れてる時の寂しさがあってこその会った時の楽しさがあるから、うん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 、だから言葉は言葉、うん、違う、言葉は言霊なんで、うん、思ってることを全部言ったからといって、うん、ただの自分勝手なんですよ、うん、なるほど、嫌な言葉ってやっぱり嫌にしか思わないから、うん、好きな言葉はみんな好きだもん、うん、だから言わなきゃいい、そんな言葉、寂しかったら寂しいって言えばいいと思う、うん、会いたいんだったら会いたいって言えばいい、うん、で恥ずかしかったら言わなくていい、うん、こんなもんかな、まあ、ちなみに、うん、逆パターンでだから、うん、それ会いたか、俺会いたいんだよねじゃなくて、うん、もう、あ、会いたくないんだよね、うん、でそのあのこの人はで、それで、クミちゃん的には、じゃあ会いたいから来てんだよねって正直に言えばいいと、うん、ことだね、行けばいい、でも怒る必要性もないと思う、はい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 、いや、はいはい、ちっちゃすぎる、なるほど、なるほどね、うん、まあ、気持ちを無限にしてるて、ね、そうだね、相手の人がね、うん、来てもらってるんだから感謝しろよ、はいはいはい、はい、上から上からだね、気にすけばんになるなるほど、うん、なるほどね、はい、以上です、はい、はい、佐藤さんどうです、うん、まあそうですね、はい、皆さんの意見聞いた上で、はい、っていうわけじゃないんですけども、僕はですね、まあ、このマイキーさんに対して、うん、言えることなんですけれども、
もう会いたくない無理って言われたものに対して、はい、ひどくないですか、別れた方がいいですかで、要は この人もこの時点で自分勝手なわけですよ、僕からすると、うんうんうん、さっき大倉さんが言ったようになんでそうなのかなって、うん、俺なんかしちゃったかなとか、うん、なんか気に入らないことしたのかなって、まず自分の胸に手を当てることをこの人はしてないんだと思うんですよ、うん、つまり恋愛も生き方も比例してるんだと思うんですよこの人は、うん、何かやってもいつも悲劇のヒロインだと思うんですよ、うん、俺はこうやってたけどあの人こうだったとか、うん、何だったとかこうだった、多分そういう人なんだと思うんですよ、極論なんですけど、まずはだからマイキーさんはここを直した方がいいですね、この観点を、あのもう会いたくないって言われた、無理って言われた、っていうことに対して拒否られたことに対してなんでなんだろう、俺は何やっちゃったんだろう、うん、だから大倉さんの言うように教えてくれと、うん、しつこくはしないからなぜそうなったのか教えてくれと、うん、例えばもう見た目がキモくなったでも、うん、まあ何でもいいわけですよなんでもいいわけですよ、もうこれはですか、で、うん、そういうふうに言われてあそうなんだって学習すればまあいいと、はい、でもう一つこの相手の方にも言いますね、僕相手のこの女性の方ですか、女性の方ももう会いたくない無理っていう時にその前に言うべきです、私あなたのここがちょっと最近なえ始めてるからそういうとこ直してもらわないと取り返しつかなくなるかも、ごめんねと、ちょっと上から目線でと、でもあなたと続けていきたいからね、こそ言ったんだよ、そこでクミちゃんの意見なわけですよ、思ったことを言うときちっとおかしくなる前にと、お話す、あ、すみません、はい、聞いてる、聞いてる、はい、はい、いかがでしょうか結果、この人にどう、はい、いいアドバイスをあげられるんですか、そうですね、大倉さんどうですかね、この人の対してのアドバイスっていうのは今言ってくださいねはい、はい、すいません、先生たちすいませんです、このですね、恋愛ルールの、ルールとしましてですね、この悩みを解決して、例えばですね、今回何々ってなったらみんなでせーの何々っていうちょっと締めがあるんですよ、はい、皆さん口を揃えていただくんですけども、はいはい、なんで今回のこのお題はですね、つまり話し合い、話し合いかな、か相手のことを考えるか、どっちかでね、うん、どっちでしょう、考えの仕方ないから話し合い、話し合い、うん、じゃあ話し合いということで、はい、皆さんよろしいですか、口を揃えて言ってて、カメラに向かって言ってていいですか、はいはい、じゃあいきますよ、はいはい、せーの、話し合い、イエイはい、すいません、申し訳ございません、はい、このようなノリでですね、いきますんで皆さん、はい、一つよろしくお願いします、はい、だんだんコアになっていきますんで、はい、はい、すいません、じゃあ続きまして、結婚する気が起きない、ちょっとね、コアの話ですけども、奈良県ペンネームあきさんからですね、うん、35歳、未婚、派遣社員、家暮らしです、まあ実家暮らしってことかな、うん、仕事は好きなので楽しいのですが、人生の目標もなく今の状況に満足しています、はい、結婚したいという気持ちにも波があり、今はしたくないと本気で思ってます、社交的な性格で人と接することはうまくできますが、うん、実は疲れてしまうのでできればしたくないと思っています、結婚をね、うん、はい、今はこれでいいと考えていますが、将来はやっぱり結婚して子供も産んでという生活をした方がいいと思ってます、矛盾してるけどね、いいと思ってます、うんうん、まあ、そう思うなら今動くしかないっていうのも分かっていますが、うんうん、到底動く気も起きず、うん、婚活やら恋愛やらする気も起きません、分かっているのに動けないというモヤモヤから脱出したいのですが、うん、皆さんどうしたらよろしいでしょうか、うん、っていうふざけた質問なんですけども、はい、すいません、僕めった切りたいですね、はい、めった切りですね、いや、めった切りですね、はい、はい、堀内さん、はい、どうでしょうか、はい、いやー勝手にしろって、まあ、まあ人生1回しかないんで、はい、まあ自分の自由だと思うんですけど、はい、まあ、35年間、はい、こう、まあ、一人で生きてきたんだから、はいはい、まあ、そろそろ違う楽しみを知ってもいいのかなとは思います、はい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 、なるほど、はい、ですね、まあ、つまり
まあする気はあるけども動く気がないっていうこのまあちょっとはい連れてきた方がいいですかねこの人さんここに連れてきた方がいいですねこれまあそうなんですけどもまあでもそうですよね堀内さんが言うようにまあそのなんていうんですかいろんな楽しみ方があるんで、まあ、そういった楽しみ方もいいんじゃないかと、まあ、こういう考えですよね。そうなると堀内さん的には、はい、この奈良県秋さんに言えるアドバイスとしたら、はい、まとめるとどういうことになりますかね。まあ、もうちょっと年取ったらもう、まあ、できる人もいますけど、はい、まあ、結婚できなくなる可能性の方が高くなるんで、はい、はい、確かにそうですね。今動かないと、はい、多分そっちの楽しみは知ることはできないと思います。いや、その通りだと思いますね。ベアンさん、どうでしょう。そうっすね。でも今の現状に満足しちゃってますから、あの人。はい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 。でも結局将来はそうなりたくないって言ってるんで、はい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 、だから自分 の, その結婚したいって気持ちが後から起きて後悔しなければいいなって思いますね。はいはいはい、なるほどですね、はい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 、今はそのままでいいと思うんですけど、はい、今後そうしたくないんだったら、はい、まあ結婚するしないは別でもいいから、はい、こう付き合ってみたりとかしたらいいんじゃないかなって僕は思うんですけど、はい、なるほどですね、はい、まあ、結婚っていうことよりもまあ、まずは、ね、まあ、恋愛っていうのをまあ試しにしてみる、はい、百聞は一見にしかずってやつですね。そうですね。まあそれは強く進めます。そうですね、はい、っていうことですね。タイトさん、どうでしょうか。まあ、なんか怠け者じゃないですけど、はい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 、なんか、あれですよね、はい、まあ、この人は、まあ、したとしても、はい、続かないんじゃないかなみたいな感じですよね。なるほどですね、はい、で、まあ、相手もいることなんで、うん、まあ、子供も産むのも女性の方だし、はい、まあ、今は自由にやってた方がいいんじゃないかなっていう、あれですね、と思います。ってなると、はい、進めないってことですね。結婚は、そうですね、してもいいけど、はいはい、すぐ終わっちゃうんじゃないかなっていう、はいはいはい、はい、印象が。なるほどですね。まあ、つまりズバって言うと、はい、やめとけと。そういうことですね。そういうことですね。なるほどなるほど。そういうことですね。いや、奥田さん、はい、どうでしょうか。いや、はい、もう僕本当このままでタイト選手と一緒で、もう、はい、これ、うん、もう恋愛も結婚もする気もないならしなければいいと僕思うんですけど、で後から後悔してももうこの人の責任ですし。はい、で後悔したくなければと思うんですけど、はい、でも中途半端な気持ちで人と付き合うんであればその相手にも失礼なんで、うん、はい、じゃあもう自分が後悔しろと僕は思ってしまいます。うん、なるほど。だからもうしたくないならしなければ、それで自分が今で満足してるんであればそれでいいんじゃないのかなって。うん、後悔してもそれはもう自分もそれは自分で決めたことなんでしょうがないのかなと思うんですけど、はい、すいません、本当まんまなんですけど。いやいや、おっしゃる通りですね。本当に、はい、まあ、この秋さんには申し訳ないですけどね。申し訳ないですけど、申し訳ないですけども、何を考えてんだと。まあ、そういう話ですよね、基本的には。まあ、ただですね、この人が、まあ、こう相談してきてるわけなんで、まあ、なんとかこの人ですね、更生の余地を与えてあげてほしいなっていうのも、ちょっとぶっちゃけのあれなんですけれども、はい、そうなんですよね。まあ、ただ、皆さんまとえた話だと思います、久美ちゃん。うん、はい、聞いてました。聞いてた。聞いてた。はい。元気だね。元気いっぱいだね。まだ続けますからね。まあまあまあ、そうですね。はい。これ、くみちゃんどうなの？結婚するときに。でもしたいんやって。あきさんね、多分ね、今の現状超満足してると思う。で、欲がないんだと思う。だって、家もあって、ご飯も食べれて、彼氏もいて、で、友達も別に普通にいると思うし、だから今の現状に満足してるから、それ以上のものが欲しいとか思ってたとしても、あ、彼氏いないですよね。嘘に。彼氏ね。なんで結婚したいとか言うのじゃあ。それをだから今話してるわけですよ。あ、そういうこと。でもそれでもやっぱり欲がないんだと思う。いや、自分から外に出る気がないわけじゃない。いや、刺激欲しいけ、刺激を求めに行くっていうことしてないから。うん、
結果的に何も生まないじゃない、うん、だから要は習い事でも交流会でも何でもいいから、うん、とりあえず外に出た方がいい。あ、もう何、どこにも行ってない、あの何、引きこもり系になってんだ、この人は。人生の設定として設定として引きこもり系になってる。仕事はちゃんとしてるし、してるよね、ある程度あの、うん、コミュニケーションもできてる。でも使われるって言ってるでしょ。うん、だから仕事は楽しいし、でしょ、うん、でも人生に目標はないんだよね。で仕事っていう分野はそんなもんじゃない、うん、先が見えないものじゃない、はいはい、うん、なるほど。でもそれじゃなくて、うん、習い事とか、はいはい、そういう人ってやっぱりそのものがやっぱり良くてくるわけじゃん、うん、で先があるし面白いから、はい、上があるから普通に頑張ろうと思うわけだから、うん、そういう なんだろう先が光ってるものに対して行った方がいい、うん、すごいお金持ちのあの社長さんのなんかなんかの会とか行ったりとかね、わかる、コンコン、コンパ、婚活をしろと、婚活、まあ、婚活でもいいし習い事でもいいから、とりあえずなんかやった方がいい。うん、そうすることによって何かやっぱりいい刺激をもらえるはず。この今この人のぬるま湯の感覚が改善されるかもしれない、うんうん、だってやる気ないんだったら起こすしかないもん。きっかけをあげるしかないじゃん。なるほど。きっかけはくれるときもあるけど、くれないときの方が多いから。なるほどね、うん、成長したね、くみちゃん。あれ、ね、やった、ね、佐藤さんどうですか。いや、僕もですね、まあ、基本みんな皆さんってやっぱり一緒なんですけれども、うん、まあ、ただですね、この人は人間の究極なんですよ、うん、やっぱりその誰しもが努力しないで欲しいもの欲しいし、うん、ね、いきなり1階から100階に行きたいしね、うん、階段登らずに、うん、それはもう究極じゃないですか、人間として。ただそれができないんで皆さん努力する方もいれば、うん、そうでなくて挫折する方もいると、うん、これはこの優劣があることによって世の中成り立ってるわけですよ、うん、基本的にですか。これ格闘技でも、うん、あの会社でもクラブ活動でも多分全部一緒だと思うんですよ、これはですか、うん、でこの人は、まあ、先ほどまあ甘いっていうのも、もう一目瞭然なんですけれども、僕は、これですね、タイトさんがおっしゃってたように、多分この人誰かと付き合って結婚したとしても多分すぐ終わります。おそらく残念なんですけども。ひどい。終わります、残念です、はい、それひどい。間違いないです。私佐藤正人、天地神明、刀にかけています。終わります。わかんないじゃん、いっぱいぐらい 1% ぐらいわからないよ、はい、残念ですけどもダメです。すみません、ひどい、はい、それともう一つアキさんに言えるのが、この人は本当に人を好きになったことは多分ないと思います。非常にかわいそうな人です。愛されたこともないし、愛したこともないんだと思います、これは、はい、なんで非常にこう非常に失礼な話ですけども、人の愛情を知らない方だと思います。はい、僕はそう思ってしまいました。この人は恋愛しよう、はい、つまり、うん、大変申し訳ないですけども、うん、35歳ということなんで、うん、もう取り返しがつきますね。すいません、申し訳ございません。そんなことないって、ちょっと待ってよ、そんなことないよ。取り返しがつかないんで、はい、もう今のまま行っちゃってください、ずっとこのままアキさん、もうこのまま貫いてください。そっちは気持ちいいっす、逆に。やだ、はい、一緒に来てください、はい、もう何のアドバイスにもなってない。すいません、女子側からしたら絶対嫌だ。結果現状維持です。現状維持なんかしてどうするんですか、刺激です。本人、この人はこの人に言ってみてください、うん、じゃあこうしていく方がいいですよって、やじゃあやりました、絶対続かない、続かなかった時、くみ、うん、ちゃんのせいでこうなっちゃったじゃない、優秀だからね、この人は。言ってもいいよ。そうですよね、そうですね、そうですよね、絶対そういう人だよ。言っても、うん、いいから、とりあえず刺激を上げてあげる、うん、てか個性を上げてあげる。自分に個性ないと思ってるもん、うん。いや、すごい個性あるよね、この人。本人でも気づいたね、自分の個性に。なるほどね、うんうんうん、まあ、個性を見る、ね、そうそうそう、うん、個性を見るとその個性に憧れるもん、人は。うん、なるほどね、うん、だから、うん、つまり、つまり、うん、コンパ行きなさいって。でもすいません、先生方、僕の意見とですね、藤本久美ちゃんの意見ですね、うん、ちょっと挙手をお願いしたいんですけれども、挙手、私、佐藤正人に賛同していただける方は、挙手をお願いします。なんで。ちょっと、もう男子ってなんでそんなにさ捨てるの。女子の味方いないの、はい、
でも女子絶対思うよね。誰かしら普通にやっぱりいいとこ行きたいと思うよね。ほら、うなずいてる、女子うなずいてる。世の中ね、甘くないんですよ、藤本さん。そんなに。なんでよ。世の中甘くないんですよ。非常に厳しいんですよ。それ男子だけ。女子、意外にそういうの優しいもん。まあ、藤本組のたわごともこれぐらいでしょうけど、一緒にですね、はい、あれ、はい、マジで？嬉しいですね、はい。結果ですね、これはですね、はい、現状維持ってことですね、アキさん。現状維持ってことです。はい、これが本人のためです、一番。はい、申し訳ございません。民主主義の多数決算申し訳ございません。藤本さん、申し訳ございません。はい、すいません。じゃあ皆さんよろしいですか。いきますと、現状維持ですね。はい、いきますよ。じゃあカメラに向かっていきましょう。スリー、あ、せーの、現状維持、イエイ。ありがとうございます。はい、すいません、ありがとうございます。白熱してきましたね。そうですね、はい、白熱しましたね。いっちゃいますか、うん、次も結構やばいですよ。やばい。あ、これ来ました。皆さん、これ来ました。次来た来た。彼に騙されているかも。これ彼に騙されていく。ちょっと、ちょっと、何？何？何？クミちゃん。な。もう。ちょっと。裁判も起こります。わかりました。クミちゃん、あれだからね。面白かったのに。もう一度言いますよ。彼に騙されているかも、はい、騙された、愛知県、うん、ペンネームミャオさん。ミャオさん、うん、はい、ミャオ、うん、猫ですね。ミャオミャオ、はい、うん、泥棒猫ですね。あ、すいません、すいません。じゃあ行きますよ、はい、はい。半年前に彼氏ができました、うん、おめでとうございます。おめでとうございます。はい、彼は一人暮らしをしていますが、うん、一度も家に行ったことがありません、うん、はい、散らかっているからと、うん、毎回デートはドライブで遠出をします、うん、はい。私は彼と結婚したいと思っていますが、彼はあまりその気がないのか、結婚の話が出たことがありません、うんうん、彼の友達に会ったこともないし、うん、私の友達に会わせたいと誘っても人見知りだからと断られました。うん、仕事は会社員なのですが、職場も分かりません、うん、今とても不安です、うん、皆さんどうすればいいですか。どうします。これはこれはですね、もうせーので言った方がいい。間違いないですね。これはありきたりな意見を求めてるんじゃない。あ、いいですね。変ハードル上げた。ハードル上げましたね、今。ハードル上げました、はい。クミちゃん、よろしくお願いします。クミだっけ。いや、これはやっぱり一応一人一人言っていた方がいいんじゃないですか。はい、すみません、番組のルールなんで。そうですね、はい。では、言ってもらいましょうか。はい、堀さん。はい。すいません、お願いします。いや、もうこれはもう決定ですね、もう。まあ、もちろん、まあ、そうですね。これは、ちょっと自分が過去にやってたことなんで、はい、いいですね、堀さん、いいですね。いいですね。もうそこなんですよ、ぶっちゃけは。全くやってることが一緒なんで、はい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 、確定ですね。まあ、なるほどですね。ちょっとその辺、詳しくちょっと聞いてみたいですけども、すいません、もう本当ね、こういう番組なんで大変申し訳ないですけども、まあ、つまり、はい、何番目ぐらいの人になるんですかね、この人ですか、あの、この彼女さんは。まあ、一番ではないんじゃないですか。なるほどですね。はあ、まあ、わかんないですけど、はいはい、本当に、あの、散らかってるから、はい、入れないのかもしれないですけど、はいはい、いや、ご丁寧にすみません、あの、すみません、申し訳ないです、はい、ですね、もうこれはだって、職場も分かんないって、何仕事してる人か分かんないありえます一番最初、付き合う前に聞くんじゃないですか、これって、うん、そうですね。え、何やられてんですかみたいな、うん、もう社交、今日天晴れですねみたいなもんじゃないですか、うん、そうですよね、はい、聞かないで付き合っちゃったんですかね。で、多分あのはぐらかしてるじゃないですか。あ、まあいろ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 やってんだよみたいな感じでだと思うんですよね。堀さんもその辺そういう感じで。そうですね、もう全く一緒っす。やってたら。あ、なるほど。全く一緒っす。
自分のことかと思いました、ね、そこまでですね、そこまでですね。あ、なるほど。まあでも、っていうことはこの人に目はないですか、どうですか。でも、すいません、ちょっと僕、この彼女側の、話になっちゃうんですけど、でも、そういう堀津さんも、はい、まんざらじゃないんで、はい、一応、まあそれが100番目だろうが2番目だろうが、はい、まあいいよと、はい、言ったと思うんですよ、その時、はい、全くダメだったらお前帰れよと、はい、俺に話しかけるなと、多分なると思うんですよ、はい、でも、まんざらじゃないんでなったから可能性がゼロってことはないと思うんですけども。そうですね、まあ、はい、あれじゃないですかね、失いたくないから、取っときたいからやってるんじゃないですか。いいですねー、いいですねー、23歳、ひどい。いいですよ、いいですよ。つまり、うん、自分が寂しくなるのは到底ごめんだと。堀津さん、はい、なるほど、はい、ごめんだと、はい、で、別にブスじゃないし、はい、まあ別に悪いやつじゃないし、はい、まあいいじゃねえかと、はい、っていうことですね。ただその時はまあそこじゃなくて他にもこう集中する部分があるんで、はい、他の人にもですか、はい、だからないがしろになってしまうと。そうっすね、もうまあ多分一人ではないと思いますね。まあ冷静にこう堀さんが答えていただいたんですけれども、ベアンさん、はい、どうでしょうか。いやー、どうですかね。ベアンさん、ちなみに二股とかって経験ありますか。いや、ないですね。あ、あるんですか。いや、まあ、はい、まあ、ちょっとだけあります。あ、まあまあまあ、そうですよね、はい、まあ、いろいろ二股でいろいろありますからね。ありますけど、うん、ちょっと若かったんで、はいはいはい、学生の時だったんで、はい、こういうここまでコアなやつはないんですけど、はい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 、はい、まあでも、そうですね、家まで来させてとかしてましたね、はい、あ、家までなんすか。はい、いや、はい、もう超家遠いんですけど1時間半かけて来させて、はい、俺は1回も行ったことないみたいな、はい、あー、逆パターンですね。そうですね、はい、逆パターンですね。はい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 、なんで、はい、どうなんですかね、まあ望みはなくはないと思うんですけど、はい、若干しかないと思います。まあそうですね、本当その通りですよね、はい、はい、だから、まあでも頑張ってみるのもいいと思いますよ。なるほどですね、はい、10が100になるかもしれないですし、はい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 、って思います。はい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 、なるほどですね。タイトさん、こう、はい、てかみんな経験しすぎじゃない。え、もしかしてタイト選手は。僕はないです。ああ、よかった。全然、全くそういうことは。可愛い顔して、よかった。ああ、よかった。あるんでしょう、くみちゃんは。あるんでしょう。え、どっち、やってる側、やられてる側。え、どっち。やってる側だよ。うん、頑張ろう。頑張ろう。頑張ろうって言っちゃった。え、どうでしょう、かえとさん。はい、どうしますかって聞いてきてるんで。はい。あれですよね。はい。難しいっすよね。いや、難しいっすよ。明らかじゃないですか。はい、もう、まあまあそうですね、はい、まあまあ、ね、なんか、なんなんですかね、DK で出会ったみたいな雰囲気出てるじゃないですか、はいはい、結構。まあまあそうですね、はい、ですよね、だから、まあ、友達っていうか、なんとかフレンドってあるじゃないですか、はい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 、ただ、じゃないのかなって、はいはいはい、はい、気がしますけど、はいはいはい、まあまあそうですよね、まあ結局答えは出てますからね。そうですね、だからまあなんとも難しいですよ、ゼロではないし、っていうところですよね。ですね。大倉さん、どうですか。僕はもうやめた方がいいと思います。まあまあそうですね、まあ、その一言につきますね。はい、まあ、まあそうですね、はい、やめた方が、まあ、そうあれですよね。まあ確かにそうですよね、はい、ただ目はないですか、どうですか。いやいや、これ僕話すと相当長くなる。あ、すいません、はい、申し訳ない、申し訳ない、すいません。あ、まあまあそうですね。まあその中でも、まあ、一言言うとやめた方がいいと。やめた方がいいです。なるほど、はい、なるほど、くみちゃん、どう。どう、うん、どうなの、どう、うん、どう。いや、これはもう完璧に
真逆の方を言ってあげたいなと思う、うん、つまりうん、不安だとしても、うん、この先どうなるか分からなかったとしても、うん、その人とどうなりたいか、うん、だから結婚したいと思ってるんだったらじゃあ付き合っていくしかない。そのまま騙されてるのであれば騙されてるふりをしてあげる、うん、自分がその人より一つ上二つ上、うん、見下しててもいいと思う、うん、今を今の現状を楽しむべきだと思う。別れたくないんだったら、うん、自分が遊ばれてるじゃなくて、うん、自分が遊んでやってる、うん、なめんなよ女をみたいな。さすがですね。ちょっと確信に迫りましたね今。はい、はい、ですね。なるほどですね、はい、どうですか、まあ、ちなみに、まあ、無論皆さんと同じ意見なんですけれども、はい、まあ、ちょっと久美ちゃん が一番近いかな、もしかしたら、うんうん、まあ、もちろんやめた方がいいんですけど、うん、まあ、ただどうしようもないんですよ。好きな気持ちはもうあるんで、うんうん、やめた方がいいって分かっててもやめられないっていうのがこの、うんうん、大恋愛の、一つなんで、うんうん、まあ、ただ僕だったら僕もこう一筋のひねくれた性格なんで、はい、同じことは多分やっちゃいますね。逆に言いますか、どっち側、男性側。いや、まあ、やられてる側だったとしたら、うん、同じことはやります、ね、うん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 、はい、同じことは多分しちゃうと思います、うん、はい、っていうのは、じゃあこういうふうに同じことをやり返すかさ、そういうんじゃなくて、うん、要は見えないところで、違う人間ともよろしくやるって言い方はちょっと過剰かもしれないですけども、うんうん、まあ、適度に普通に要はそのきっちり守るんじゃなくて、うん、まあ、遊びに行ったりとかして緩和しながらあれします、うん、だってもうこの人のことが好きだからもうしょうがないですよ。ダメだって分かってても、うん、人はもうしょうがないです。これは、うんうん、絶対にやめた方がいいの分かっててもやめられないんです。この人上回る人が出てこないから、うんうん、絶対に満たされないです多分、うん、なんでそれはしょうがないんで、それだったら僕もそれをで自分でずっと引きこもっちゃってるとあれなんで、うん、まあ、表出て、うん、ある程度はまあ遊んであれしたりするっていうのが、うん、一番のポイントなのかなって思いますよね、うん、この人に言えることですよ、はいはいはい、とは僕思いますけ ど, どう結果突き進め、いややりまくれ、おえなんかえなんかワードになってきたね、くみちゃん。ちょっと待って、はいはい、はい、どっちの捉え方で、どっち、いや、もういいや、何、どっち、いろいろあんのそれ、捉え方。え、いろいろあんの、間違えた、何もない、何もない、ね、はい、何もないです、はい、うん、でもまあまあ、はい、もし今を判断を置いてんであれば大倉さん辞めた方がいいってことですよね、はい、でも、はい、うん、今意見聞いたら、まあ、本当に本人の気持ちがどうなのかなのかなっていう声もあって思っちゃったんですけど、うん、そうですよね、まあ、当然辞めた方がいいとは思うんですよね、はい、そう思います、もちろんですね、はい、ただどうしても辞めらんない場合、いや、どうなんかな、ムカつく、こうバカにされるのはムカつく、女性が一番上なのに、はい、守ってるの女性なんですよ。子供産んでるのも女性、結局は女性がいないと男性は生きていけないんだから、はい、結局男性は自分しか考えてないけど女性は周りのこと考えてるから、うん、でちゃんと普通にそれを理解してない男性は、うん、ちっちゃい子供ですよ。でいくらでかくてもすっごい堀さんがですね、ニヤニヤニヤ藤本お前分かったような口聞いてるじゃん。いや今多分みんな自分たちが怒られてる。違う違う、はいはい、で女性あってこその男性だってことを考えちゃんと思っとかないと、うん、立ててもらってるのは、はい、女性がいるから立ててもらえるから、うん、ちゃんと遊ばれてるってこと感じなさいってこと、うん、遊んでやってんだって女の子も、なるほどですね、というふうに思いた、はい、僕その件に一見つきましてはですね、次回ね、はい、次回3時間ぐらいちょっと設けさせていただいて話させてもらいたいぐらいなんですけど、まあ時間が時間なんで、そうですね、はい、まあちょっとこれ一回これじゃあ、はい、まとめましょう、はい、まあ、まあ、やめた方がいいにしましょうよ、一応だってそうっすもんね、やめられないの分かっててもやめた方がいいですってアドバイスするのが我々の責務ですよね、これは。本当に、うん、だってやめた方がいいもん、絶対やめらんないけど絶対、ああ、うん、それ言っても意味ないじゃない、だってやめた方がいいって言うしかないし、やめられないけど、あ、そうだね、うん、漢字2文字矛盾ってやつでね、あ、矛盾って言っとく、まあ矛盾にしようかじゃん、矛盾にしようかすいません、なっちゃうからね、すいません、じゃあ行きますよ、皆さんよろしいですか、はい、はいはい、せーの、矛盾、イエイ、初めて、今回初めての矛盾が出たね、
そうだね、矛盾だね。今まで矛盾って言葉一切出さなかったのに。そうなんですよ、大体こう番組上白黒はっきりさせるっていう名目だったんで、うんうんうん、どっちの意見もね、久美ちゃんが白の意見言ったら僕が黒の意見言うみたいな感じでやってきて、うんうんうん、スパッと終わらせたんですけどね、うん、矛盾初めて、矛盾初めて、はい、出ましたね、はい、まあ、というわけでですね、はいはい、そんなスペシャルな、普段皆さん聞けないですよ、はい、こんな、ね、人たちにこんな恋愛の話や相談になって聞けないですよ、本当に間違いない。はい、まあ、そんなですね、はいはい、チャンピオン態度さん率いる、はい、マスラオからですね、うん、ちょっと番宣があるということで、はい、ぜひぜひよろしくお願いします。11月の25日に、はい、新木場のファーストリングっていう、はい、会場で、はい、マスラオの今回若手とか、はい、若手の選手とか結構新人の選手が、はい、いっぱい出てくる感じなので、はい、また違った面白さがあると思うんで、はいはい、ぜひ来てください、うん、で僕も11月のいつでしたっけ25日、はい、ごめんなさい、はい、25日ですね、はい、で僕も一応今のところ出る予定なので、おー、はい、イエーイ。ハイト選手なんですけど、僕さっき言いたかったんですけど、はい、一番初めて僕試合見たときに、はい、相手の選手ちょっと覚えてないんですけど、はい、僕ちょっとは鳥肌立ったんですよ、武者震いみたいな感じで、はい、ちょっと正直今こうやって普通にしてますけど、はい、あ、危ないな、こいつは危ないなって正直思ったんですよ。で、だそれぐらいなんか本当にあこいつ強いなと思って、はい、自分も鍛えとかないといつやられるか分かんないなと思って、僕本当にそれを帰ってすぐその日練習したんですけど、はい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 、それぐらいなんかもう魂のある試合してくれるんで、はい、まあ、こちらは他にもいろんな選手いると思うんですけど、うん、チャンピオンの、はい、ナイト選手本当面白いと思うんで、うん、はい、試合見て損はないと思います、うん、なかなか大倉さんそこまで言わない方なんで、言わないです、はい、おっしゃらない方なんで、よっぽどだってことですよね。帰って検索しよう、YouTube でしてください、はい、違いますか、多分 DVD、 YouTube で、ね、私マスラを持ってます、見よう。え、タイト選手、すみません、はい、それはチケットとかっていうのはどこで購入できるんですか、うん、チケットはマスラオ の、はい、公式ホームページが、はい、マスラオで検索してもらえば、はい、じゃあ、あそこにウェブ上 で、 そうです、ね、マスラオで、うんうん、検索してもらったら、はい、はい、そうですね、すごいなんか見たくなってきましたね、はいはい、ちなみにタイト選手の対戦相手はその時は一応聞いた話だと、はい、タバスコ雄一郎選手、ああ、はいはいはい、格闘技道場ヒットって、はい、伺ってます、今のところは。なるほどです、はい、でもちょっとね、久美ちゃん、我々、うんうん、はい、ですよね、全員、はい、小倉先生、そうですよね、はい、いやいや、先生、いやいや、もうとんでもないです、もうちょっと一丸となって応援したいですよね。そうですね、はい、はい、そんな感じで、ちょっと9時になってしまい、大倉さんが早急に、はい、名古屋へ帰宅しないといけないんですよ。そうですね、はい、はい、今日は飲み行けないですね、じゃあ奥さん、すみません、生放送で申し訳ないです、すみません、はい、まあ、というわけでですね、はい、本日は皆さん本当に忙しい中、うん、お集まりいただきありがとうございました。ありがとうございます。またこれからのご活躍、はい、期待してますんで、はい、ぜひぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、じゃあ本日はどうもありがとうございました。ありがとうございました、はい、どうも。まだまだ続くよ、イエイ、じゃあね